満開のひまわりがたくさん咲いていますね。あれ？ひまわりに見とれて入り口の中に入ってしまったけど、出られるのか？出口はどこじゃ？今日のイチオシはおいでやすひまわり迷路。およそ6万5000本のひまわりを使ったこれ迷路だったんですね。このひまわり迷路を作ったのは安市青年農業者クラブの皆さん。安市青年農業者クラブは、地域の農業の発展のためにいろんな活動をしています。例えば、幼稚園とかと一緒にじゃがいもの植え付け作業をしたり、あと近所のイベントとかに野菜の直売所をしに行ったりしています。最初は市の方から何かちょっと活性化できるようなイベントをという形でお話をいただきまして、それからみんなで話し合った結果、ひまわり迷路をしてみようかっていう話になりまして、1回やったところ好評だったので、もう年々ちょっと規模をちょっとずつちょっとずつ多くしていって、今ではちょっと結構なイベントにさせてもらいました。この広大な土地は耕作放棄地、県内でも増加傾向にあり問題となっています。地域の方からこの土地をひまわり迷路に使ってほしいと提案があったそうです。最初は石拾いから始まりまして、あと除草作業で、それが終わったらもう一回掘り直して、あと声とかを入れて、それでひまわりを植え付けるっていう形になってます。だから耕作放棄地の再生って形でもちょっとは役に立ってるかなと思ってます。耕作放棄地だった畑にたくさんの人がお越しになっております。ひまわり迷路は今年で3回目の開催。昨年は県内外からおよそ1万人の来場者がおられたそうです。会場では農業者の皆さんがかき氷を販売。安で採れたブルーベリーの果肉がたっぷり乗ったお味が大人気でしたよ。こうして農業者と直接会って話ができたり、顔の見える関係っていいっすよね。皆さん楽しめましたか？可愛かったです。綺麗です。なんか滋賀の楽しいようなスポット作ってくださってるのはありがたいなって思います。これでね、町おこしみたいになったらすごいなと思って、また来てみたいなと思います。夏の思い出になったみたいやな。あ、そうそう、ひまわりの花言葉はあなただけを見つめる。安市青年農業者クラブの皆さんがこれから見つめる先は一体何なんじゃ。こういうひまわり迷路のイベントとかもそうなんですけど、またこのひまわり迷路が終わりましたら、10月に枝豆の、イベントをさせていただきます。こういうイベントとかを通して、もっともっとこの地域のつながりを強くしまして、こういう農業の活動っていうのを、地域いっぱい、またはもう県外にも広めていきたいなと思っています。もっともっと元気な安の農業を目指して、農業者の皆さんが地域の魅力を発信する取り組み、ひまわり迷路。今年は台風の影響で開催期間が短くなって残念やったけど、この気持ちが種となり、来年はもっともっと大きな花を咲かせてくれることでしょう。来年はワイも行くで。さあ、今日はこの辺でお後がよろしいようで。滋賀のイチオシです。